トダの SG 第59回ボートレースクラシックは17日予選3日目が行われたこの日一番の存在感を示したのは2019年のトダクラシック覇者の吉川元博51イコール兵庫だ前半 4R は4コースから差して初白星を手にすると 後半 11R の陰線を激戦のトップ争いを制して見事に連勝。得点率トップタイで予選最終日に臨む。肝、エンジンは上位。立ち上がりがいい。手前からしっかりつながるし、中間足がいいと万全の状態に仕上がっている。トップタイと聞いたし、いい枠で順優に乗れるように頑張りたい。戸田クラシック連覇の可能性も十分だ。